じゃあ赤坂さん、よろしくお願いいたします。ぜひ伺ってみたいことがいくつかありますので、はい、武蔵野の周辺で私も杉並とか荻窪とかの中学高校生だったんで、はい、非常に親しみ深いんですけれども、はい、住んでいてよくわからないのはどの辺が武蔵野なのかっていうのが一番大きな問題で、語る人がほとんど違い、そしてデベロッパーはほとんど全部武蔵野に引っ掛けるので、はいはい、多分昔のくくりとはだいぶ違ったんですけども、うん、スタートが柳田さんとか、角川源義さんなどからスタートするとすると、その頃のつかみ方と今のつかみ方相当違うんじゃないか、うん、武蔵野で一躍有名になった武蔵野の本を読んでみると、武蔵野のイメージも全く我々が持っていたのと違って、馬車で馬車は通るわ、うん、ちょっと奥へ行くと銃声が聞こえるわ、はい、すごいとこだなと思いましたけれども、これ赤坂さんは武蔵野の武蔵野学っていうのをもし作るとすると、その辺の武蔵野のフィールドのくくり方っていうのはどういうふうにしようかと思ってらっしゃるか、まず最初に我々が関心があるのは、はい、武蔵野ってどこなんだっていうことですね。まず武蔵野っていうのはある種の幻なんだろうと思うんですね。なるほど、だからここが武蔵野だと語る人ごとにきっと武蔵野があるんだろう、行政的な名前でもないし、そういう意味で近世の武蔵野は、はい、まあ、渋谷とかあの辺りから府中国分寺、まあ、所沢のあたりまでだったと思うんですけども、はい、国木田道法の武蔵野を読みながらいろいろ考えていたんですけども、明治30年の渋谷で道法は武蔵野を発見したんだと思うんですね、はい、でそれを読んでいる僕は昭和30年代 その府中とか国分寺で武蔵野の風景に出会っているんですね、はい、で道法の武蔵野の冒頭が実はこの所沢なんですよね、はいはい、で今どこかの武蔵野ミュージアムが東所沢に来たからっていうんじゃないですけども、とっても偶然かもしれないんですけども、その狭山丘陵のこの周辺で、はい、改めて新しい武蔵野が発見されようとしているっていうふうに考えた方がいいのかなっていうふうには思ってますね。ずるい、それで構成をするとすると、うん、なんか非常に多岐にわたる面白い問題が発掘できるんじゃないかという。できますね。もうそれはだから明治30年の渋谷でドッポが見ていた風景っていうのは今はもう何にもないわけですけども、でも昭和30年の府中にはそれがあったんですね、まだ、うん、でももう今の武蔵野府中から府中国分寺からもうそういう武蔵野は消えてしまって、狭山丘陵とかこの辺を歩いていると、あ、これが武蔵野だったんだっていうふうに感じたりするっていうことかなと思いますね。僕団塊の世代なんですが、だから赤坂さんよりちょっと前なのかな、はい、5、6 年前に生まれたんで、はい、学校もこの辺だったんですけど、その当時 の武蔵野の一般的に子供が感じていたのは郊外なんですよね、まさに、はい、はい、で国木田道法が書いた武蔵野っていうのも今の感覚でいう郊外というのができた頃で、そうですね、だからもう帝都東京のマジナルな終焉部なんですね、簡単に言うとベッドタウンだったっていう、そうですね、だから軍事的な施設ができたりとか、それから中央線とつながっていて、うん、はい、中央線って変な線で、うん、はい、まあ、よく踏切事故が多いっていうけれども、はい、断層があちこちにあって、はい、これ以上行けないような場所っていうのもあって、うん、つまりそれはある意味では崖っぷちのところを経ていたんで、はい、まあ、それこそさっきハケとかああいう問題と引っかかっていて、はい、
ちょっとまっすぐには行けないでぐにぐに曲がったりなんかするっていうあの場所であるっていうことと、はい、でもう一つあの我々があの一帯の子供だった時に感じたのは、うん、都会なのか田舎なのかよくわからん、はい、そうですね、所沢はね完全に田舎なんですよ、はい、まあ、ここそうですけどね、はい、だから武蔵野っていうイメージよりは田舎なんですよ、うん、郊外という言葉ではなく、はい、であの僕中学は阿佐ヶ谷の中学でしたから、はい、あのまあ、割といろんなとこから来るんですけど、うん、これははっきり分かれていて、所沢とか田無に行っちゃうともう武蔵野じゃなくて田舎者なんですね、はい、だから阿佐ヶ谷ではもう武蔵野ってイメージがなくなっていたんですけど、でもよく考えてみると昔はあっちの辺りの方が実はちゃんとした町で、はい、今あの阿佐ヶ谷とか荻窪とかっていうのは、まあ、町はあったんでしょうけど、はい、規模から言ったら川越とかあの辺の上の方から比べたら、うん、全然大したことはなかったんですが、どっかで逆転してるんですね、うん、そうですね、でそこがねとても面白くて、なぜそうなったのかっていうのを明快にすると、こう武蔵野の面白さって分かるんじゃないかと思うんですよ、うんうん、それであの赤坂さんが挙げた7つのキーワードっていうのもちょっと拝見したけれども、はい、うん、なかなか面白いというところはハケが入ってるんですよね、はい、だから僕もあれが武蔵野のなんか一つのイメージを明快にする場所じゃないかと思ってまして、はい、うちの方は親戚は清水町っていうところに住んでる。あ、そうですか。もうまさに覇権のところで、はい、清水とつくところは大体覇権が出てきていて、はい、湧き水があり、うん、池があり、板橋って割とあの魚が釣れたり、あの、うん、釣りができる場所はやたらにあって、子どもの頃は行ったんですけど、今から思うと、うん、そういうところに住んでいたんだなって感じがあるんで、あのハケっていうのは結構重要なんだっていうのを、うん、赤坂さんが取り上げたっていうことは大変ちょっと面白い問題だと思うんですけど、うん、まあ、結局あの周辺が町だったんです、うん、おそらく。あ、それはそうですね。町というか人間が一番多く住んでいた、はい、それがだんだん広がっていったって感じなんですけど、うん、だからあの今荒俣さん言われたように、ね、水が溢れ出しているところ、井の頭ですよね、はい、で東京の風景の中にそういう水が湧き出している場所っていうのは確かにたくさんあって、であの柳田国男なんかはそういうくぼんで水たまりになっているところをこの大だらぼっちに引っ掛けて、はい、あの足跡をくぼみだっていうふうに言った、僕はうん、すごいイマジネーション豊かだなというふうに、あ、なるほどね、思いますね。それは確かに。ですからあの柳田は、まあ、野川沿いをずっと、まあ、戦前ですけど散策して、とてもいいあの武蔵野論を書くんですけども、その野川っていうのがそもそもその刷毛から出てきた湧水が小さな流れになっていくっていうことで、はい、あの野川というのが武蔵野を考える時の非常に重要なその地勢的な地形的なあのトポスっていうんでしょうかね。ああ、なるほどね。その野川の背景にあるのがまさに刷毛であるっていう意味 で今小野間さんがちょっと言われましたけども、ええ、調べていくと面白いんですけど、野川沿いに縄文の古い遺跡とかが集中していたりして、ええ、そのある意味では、まあ、銀座というか、はい、どなたかそういう面白い言い方を知ってましたけども、武蔵野の銀座だったんだみたいな、あのそういう言い方をされてみると、確かに新しい暮らしの風景っていうのが野川沿いに点々とありますね。そうですね、その話でいうと、刷毛っていうのを拾い出したっていうのは武蔵野のキーワードとして非常に、普通の人が持っている武蔵野のイメージをちょっと修正してくれる部分があるんじゃないかと思うんですね、うん、おそらくあの大岡翔平さんの武蔵野夫人が刷毛を舞台にした小説として作られてますから、はい、あの辺りからその刷毛を発見した、再発見するという動きがあったと思うんですね。でドッポはその雑木林で武蔵野を語ろうとしたんですけども、はい、どうも大岡翔平という作家は気がついてるんですね。
雑木林なんて新しいよ、うん、武蔵野の数千年数万年の歴史を掘っていくときには雑木林から始めちゃダメだっていうふうに大岡昇平は感じていったみたいですね。だからあの武蔵野寺院っていうのは独歩の武蔵野に対する批判でもあったんだと思いますけども。あ、それはなかなかすごいですね、面白いですね。分かっていますねあの人ね、あの雑木林ってなかなか難しいんですが、はい、基本的には我々が武蔵野大地と言ってるようなあたりって、まあこんなこと言うと怒られるけど、ハケの周辺とか山の方へ行けばあるけれども、あと野原ですよ完璧に、ね、今のお話でちょっとだんだん分かってきたことがあると思うんですけれども、大だらぼっちで言うとまさに樹林というよりはさっきで言うハケのところを、ハケであり井の頭であり、やっぱり一番ポイントで、はい、3万年の話をする場合にはやっぱり大だらぼっちから始めた方がおそらく武蔵野のイメージっていうのは、国木田独歩の武蔵野を置くとしたら上がりに近いところである、はい、でもっとスタートしたところから面白い場所がたくさんあって3つ飛んだり4つ飛んだりするすごろくでいうと、はい、上がりからは遠いんだけれども面白い場所がたくさんあったっていうことがどうもあのイメージで、すっかりわけのわからぬものになってしまいましたけど、そうですね、本当に3万年の武蔵野大地の歴史の中で考えると、柳田がこの大だらぼっちが、はい、その東京とか武蔵野にとってとても重要な、まあ、妖怪というか神様なのかと言ってるわけですけども、この柳田がとても面白いこと言ってるんですよね。大だらぼっちの足跡、はい、をまあ、武蔵野大地にこうやって置いていくと海の方から大だらぼっち上がってきて、はい、登っていってるみたいな言い方をしてるんですね。それで大だらぼっちの足跡のこの先が井の頭のような湧き水の出てるところであってみたいな、あのイメージの組み立て方っていや面白いなと思いますけども、それっておそらく武蔵野というこの大地が3万年の歴史の中で人が暮らすようになり開発されていく、その時間のなんかベクトルみたいなものに重なってるんだろうなっていうふうに思うと、ね、そうすると覇権の問題から始まって武蔵野を自分にとって面白くする一つの方法は地形というか地質というか自然というか、まあ、そこに暮らした人間の自然の中での暮らしっていうのをスタートすると一番面白いんじゃないかという感じがとてもしました。柳田さんがいいところを抑えたんだろうと思うんですけど、さっき赤坂さんが非常にロマンにあふれた、まさにこのロマンにあふれた見方っていうのは別の言い方ですれば見るスコープがものすごく広がったっていうことですよね。海からスタートしたんで、それでこれで言うと多分大だらぼっちの話を所沢周辺がとても重要になってくると思うのは、大だらぼっちの足跡足跡をたどるっていうことでもうちょっと面白い部分が湧き上がってくるような感じがしてて、こっちもね妖怪福間伝で、はい、埼玉の妖怪をいろいろ調べたんです、それで大だらぼっちっていろんなところに出てくるんで、はい、埼玉のところには引っ張ってこなかったんですが、大だらぼっちで一番重要で一番古い話の一つは、東国東の国でいうとやっぱり霞ヶ浦のあたりが大だらぼっちのイメージの一番どこだったかな、日立の国ふどきに大だらぼっち的な巨人がいて、はい、でその巨人が山に座って海でハマグリかな、なんか貝を取るって、あの話を読んで、多分ふどきは相当日本書紀や古事記よりは、まあ、時代はいつ作られたんだか分かんないけれども、まあ、中身としては古いとすると、山に座って海に中海ですね、あの辺ので、貝を食べていたっていうことを言えば
一番スタートは霞ヶ浦のあたりの生活の姿を映し出したんじゃないかなって感じがとてもするんですね、うんはい、江戸なんかなかったわけですよ結局ないですね江戸なんて新しいんですよね、うん、で江戸がなくてどこがあったかって言ったら山の道かそれこそあの日野からああいうところも含んだ、まあ、大仏峠なんかもそうですけど、うん、尾根道とかああいうところが大動脈で、はい、今赤坂さんがおっしゃったようにでそのちょっと内側に来た、まあ、せいぜいあの派遣のあたりのところが、まあ、暮らせる範囲ぐらいであとはほとんど湿地で、はい、だから窪地ができるのは無理もないんですもう、うん、ぬかるんでるようなとこだから、はい、でそれともう一つとても重要なのは霞ヶ浦のあたりで、うん、あの辺実は膨大な巨大な中海で今は湖ですけど、うんはい、多分人間がこの辺に住み始めた頃はあそこが海の瀬戸内海と同じようなところで、うん、一番端からも海側からも全部今江戸って言ってるあの周辺の中に全部生かされて、はい、船で全部行き来することができた、はい、埼玉県あたりまではずっと海岸ですからねだから貝塚とか縄文の遺跡が出るのはおそらく海っぺりだったと思うんで、だからそっから、うん、なんか一つ人間の住む場所が作ったとするとダイダラボッチの足跡っていうのは一番オリジナルは 海の沿岸 で沿岸がだんだん弥生以降になると水が引いてきますから寒くなってそうするとどんどん海岸が今の東京湾の中をどんどん広がってくるんで、うん、陸地になっちゃうんですけど、はい、だそのイメージがもしかひょっとしたら残っていてそれでもう海辺がなくなっちゃったから次どうするかって言ったら刷毛のようなところっていうのは、うん、第二の住む場所になってあそうかもしれないですねこれで3万年おそらくこの辺が人間が住んだ貴重な部分じゃなかったかなと思うんですけどね、うん、埼玉の内陸部に、ええ、この水に関わる地名が結構点在してるんですよね。で、そういうのってのおそらく今荒松さんが言われたように海でやった時代 の、その岸辺のまさに貝塚を作ったような、はい、とこだと思うんですけどもだから僕はその武蔵野台地の地図の上にその時代ごとの旧石器の遺跡の分布の地図とか縄文の早期とか中期とか晩期とか遺跡の地図を載せてやるで同時に地質その時代の地質というのもまさに今言われたように海がずっと入江として入り込んでいたようなその地質的なその風景の中に遺跡を載せてやるとかそういうのものすごくこの3万年のこの武蔵野の歴史というか人間たちのその足跡みたいなものをたどる時のとても有効なツールというか角川のこの武蔵野ミュージアムの仕事としてやると面白いなろうなそれは絶対に面白いですね地名も載せていくとねなんでここに山水の地名があるんだみたいなたくさんあるんですよねうん、なんか私もやりたくなってきたないいじゃないですかなぜそう思うかっていうと、うん、さっきの霞ヶ浦を含めて、はい、日本にそう何個もない地形らしいんですあそうなんですか、で富士山の大きな噴火を終わって、うん、関東ローム層みたいなものがだんだん成立されるその頃からまあ今 の地図に載ってて我々が知ってるような、うん江戸周辺っていうのができたと考えられるんですけどそうするとその時代ってまさに内海がだんだんなくなり陸地になり、はい、そして川が先ほどおっしゃったようにこの辺伏流水がやたらにあるんで、うん、至る所下は水がめみたいなもんで、そうですね、まあ、ちょっと京都に似てるんですね、うん、でちょっと掘るとみんな池がこう吹き上がってくるから、はい、こんな暮らしやすいとこないわけですよ、うん、まあ武蔵野台地に行くと水がなくなっちゃって戦場だった堀金っていうところで3年ぐらい、はい、
一人暮らししてたことがあるんですけど、ね、あそこも水がない水がないって必ず言うんで、うん、この地名も堀金っていうのはいくら掘っても井戸が出ねえぞっていう意味なんだよっていう聞かされましたけ ど、うん、井戸は水が出ないような大地と、それからその崖からどんどん出てきて、その下の方は今度はもう水がめのような場所であったっていう、うん、まあ、いわゆる扇状地ですよね、はい、扇状地でこんなでかいやつは多分日本に他にない、まあ、一番大きいですよね、それで何万年かの足跡が一応、うん、まあ、だいぶ分かんなくなったとはいえ、うん、よく分かってる、はい、それで貝塚は出てくるし縄文遺跡は出てくるし、うん、つまりあらゆる要素が昔からの要素が発達され、そして同時に非常に巨大な大きな内海だった霞ヶ浦がどんどん引いてきて、水運がやがて水運じゃなくなり、はい、陸運になって、うん、道という意味ではダイダロボッチが作ったのは最初はおそらく水運の道だったとすると、まあ、1万年ぐらいからこっち今度は陸上の道に切り替わって、うん、やっぱり道を開拓する大きな要素の開拓っていうのもキーワードにありましたけど、あったかな、はい、開拓っていうのは、うん、あれはそのダイダラボッチの 変身の仕方を見てもなんかなんとなく後付けられて、今おっしゃったようにこうめくるようにして、はい、地層と一致するのかどうか難しいところだけど、ね、うん、まあ、一致するとしたら、うん、めくることによってこの武蔵野のイメージが地球のイメージ、変化のイメージと一番ぴったり使えるっていうのは、はい、うん、おそらくここだって。上の方にはフォッサマグナがあるし、うん、関西と関東がなぜ分かれていたのか、もともと分かれていたんだ、うん、はい、もう陸地が分かれていたんだっていうのが分かって、うん、で秩父なんかあれはみんな日本アルプスもそうですけど、それがぶつかった衝撃で、うん、ヒマラヤみたいに出てきたようなもんなんだっていうことから、山の方からもそう見え、うん、で海の方からも海水が干上がったり満ちたりするっていうような動きが、うん、3万年ぐらいのスパンで分かるのってどうも日本で最大の場所らしいんです、ね、ここが、うん、武蔵野の伝説とかを調べていたんですけども、ええ、武蔵野の妖怪地図っていうのも、ええ、荒松さんの中にはあると思うんですけども、はい、これどう考えても開発の歴史っていうのとその妖怪の、その伝承っていうのは重なる部分があるなっていう気がしました。いや、非常に大きいと思いますよ。つまり原野じゃないんですよ、ここね、はい、武蔵野は、ええ、草地になっているということは人間たちが関わってそこを焼いているからその草の風景っていうのが武蔵野になっているわけで、でもその草の中に人間住んでいるわけじゃなくて、その草の周りに小さな集落や町を作って暮らしている。妖怪についてのその昔話とか伝説っていうのがどうも武蔵野の開発の歴史とかなり重なってくる。非常に重なってると思います。だから大きなね、野生の大自然とぶつかったところで生まれてる妖怪ではなくて、はい、小さな本当にもうタヌキやキツネやオオカミがいっぱいいたような、ね、そういうその世界の中で平地で水があって、うん、ちょっとそう崖上かなんかに林なんかがあるっていう環境は、はい、まあ、要するに 里山で、そうなんですね、里山の生物体としては最も濃厚な場所の一つだったっていうふうに考えられていますけどね、うんうん、みんな食べていなくなっちゃったらしいけど、はい、その中に開発の中でその大地上に暮らす人たちっていうのは水ないんですよね、うん、僕は府中でもう幼い頃ずっと暮らしていたんで、はい、よくわかるんですけども、川って何にもないところなんですよ、うん、府中でしたけどね、はい、で 3,4 キロ北の方に行くとぬくいとかの弁天様とか、はい、やっぱハケがあってそこから水が湧き出している。 で、さらにもっと南の方にずっと降りていくと今度は多摩川の、はい、河岸段丘の方に行くと水が現れるんですね。でだから僕の周りっていうのは畑と
野原と雑木林しかなかったんですね。でそれが武蔵野の原風景だと僕は勝手に思い込んでいたんですけども、いやそうじゃないのかもしれない、刷毛のある野川沿いとか多摩川のその河岸段丘とかあっちの方には実は田んぼ結構あったんですね、田んぼがあって野放の田んぼとか府中の田んぼとか言われていて、だからこの武蔵野の原風景って言われるものも田んぼの跡で言うとね、刷毛のすぐそばにね荒川のちょっとだいぶ下の方へ下がったあたりですが、板橋あたりに徳丸田んぼっていうのがありますね。ものすごい田んぼ地帯でしたあそこは、今でもメダカ取りに行ったんでよく覚えてます見渡す限り田んぼでした。あそこで田植え踊りが残ってますよね、で実は門川源義さんが、源義さんがあれについて触れてるんですね。そうですか。だからあの辺のその田んぼの風景っていうのをでそこで田植え踊りっていう芸能が伝承されてきてる、それもまた武蔵野の風景の一コマなんだっていうふうに考えるべきだと思いますね。でね、どういうわけだかね、多分おそらく刷毛から出てくる荒川だとかああいう大きな石神川とか、ややまとまった川が、都心に入ってくるじゃないですか。流れ込んでますね、水筋、四筋流れ込んできますね。でそれがね、今の江戸の中心部の命の綱で、であの辺の流れは石神井川とか善福寺池のそばによくね遊びに行ったんですけど、今では考えられないぐらい急流でした。あ、そうなんですか。石神井公園なんかすごい怖いぐらいです。急流だったんですか。すごい急流。東上線の内側あたりへ行くとあの辺が一番急で、本当によくガーガー流れていて、さらに行くと滝の川とか滝になるんですよ。それですごくて見てたら、いやここはねこの強い流れを利用して実は日本で最初の近代兵器の生産場があって、この川の流れによって圧縮機っていうかな、金属をこう伸ばす大きなものを最初に作って、板橋のあたりは戦前まで、日本軍の兵器を作ったり造兵廠の建物がたくさんあったところで、板橋の方に工業や工場がたくさんあるのは軍隊がそういうものを使ってやって、その川を利用してそのうちに電気になるけど川を利用して作ってたんだっていうのを、うちのじいさん先ほど言った清水町なんですよ。だからまさに刷毛のそばのところで、それでよく知ってて、そういう話をして、で職業が、金属加工業なんです。じゃあ水がすごく重要ですね。そうなんですね、それで聞いてみたらもう軍隊が来ちゃったんで、でその軍隊の仕事を受けたのであそこで暮らしているんで、刷毛のあたりだから徳丸あたりまで行くと田園地帯なんですけど、なるほどね、一気にその先に行くと工業地帯になって変な組み合わせなんですよ。赤坂さんがあそこにお書きになってた通り、農家が固まってるとこと、それから工業家が固まってるとこで変な場所だった、板橋っていう地名の板橋のあたりも石神井川の上に架かってた橋なんですけど、昔の絵見るとすごい流れですよ。なるほどね。だから割と変なとこなんです。先ほど荒松さん滝って言われたじゃないですか、僕戦前の、記録読んでいた時にどこなんだろうし、ちょっと具体的な地名忘れちゃったんですけども、滝があってそこで行者が修行していたなんていう、どこだろう、記述があって、いや実は結構その武蔵野台地ってのっぺりしてるように見えるんですけども、ところどころでガクッと落ちてますね。落ちてて、崖になってます。崖になっていて、そこに実は滝があったんだ、そこで行者がね修行していたとかね、そういうのってその江戸の記録の中にも出てくると思うんですけども、そうですね、本当に最初に言われたようにこの武蔵野台地の地形というものが、
その伝説とか歴史にとても興味深い形で絡んでいる。そうですね、そのあたりはとても当たり前に身近にあるんですけども、はい、面白い場所なのかもしれないなっていうふうに思いますね。僕そう思いました。いろいろ、前に本当に霞ヶ浦のあたりが香取神社があったんで、で藤原氏なんか鎌足なんかはあの辺の人だったっていうし、うん、なんであんなところにそんな有力な人が、昔関東って田舎だったんじゃないのと思ったら実はそうでもなさそうで、でそれはまさにあそこで国づくりを行っていて、はい、大だらぼっちのイメージは先ほど赤坂さんがおっしゃったようにそういうのを反映してるんですけども、うん、もうちょっと分かりやすく言う例で言うと、島根の奥の方に読みの浜だったかな、ああいうところがあって、はいはい、国引きをした場所だっていう、はいはいはい、あそこと同じようなもんなんですよ。あれもずっと中指じゃないですか、ね、はい、こうなると、ね、新事故とかああいうところ、はいはい、あの感じなんですよ。だからあそこに一番当時の人たちが集まって、日本歴史で言えばあの辺に最初に人が集まって国を作ったっていうのと同じように、あれが日本海側だとすると、あれに匹敵する国づくりをした地形からいう場所って関東のあの辺りなんですよね。そういうふうに考えると、日立の国不動家残っていたってすごく大切ですね。これから、ね、武蔵野を考えるときに、もう今日本当に荒松さん言われたように霞ヶ浦とか、まさに日立の国不動家の舞台であったあの場所とのつながりっていったことほとんど語られてないと思いますけども、そうですね、実は河川改修で切られてしまったけれども、つながっていたんですよね。だって霞ヶ浦関の一番奥へ行くと、あれから横にずっと行くと旧利根川とかいろんなのがあって、あのまんまでこっちの方へ行けますからね、そうですね、江戸湾の方に、うん、だからそうなるとわざわざ海に回らなくても、そうですね、霞ヶ浦を通れば上の方から行って、それこそ当時まだ上の方の上総とかあっちの方がメインだった、関東のメインだったところにそのまま行けて、はいはい、産業的にも大きな道だったっていうのが言えると思うんです。ですね、だからそれがあるから、その中に位置づけると武蔵野ってなんかとても、ねええ、不思議な、フォッサマグナとかとのつながりとか、あるいはもう少し北の、はい、北関東とのつながりとか、そうですね、ええ、そういう目で読み直していくと、武蔵野ってほとんど語られてないような気がしますね。あ、全くおっしゃる。でね、うん、東北学をおやりになった赤坂さんだからもしかしたら大変興味を持ってるんじゃないかと思うんですけど、関東武士団というのは私はい、平野正門の小説書いたんでとても関心を持ったんですが、関東の武士団ってやっぱりちょっと日本の歴史のあるところで中心人物になれるようなとこ力を持ったところもやっぱり関東のあの辺だったからこそ、はい、で一つは水軍なんですよね、みんな言わないけど、はい、ね、霞ヶ浦が海だったからあそこで行き来するのは、だから地元に根付いた、源氏のグループはあの辺で水軍との手を持ってたんで、壇ノ浦なんかでなぜ強かったかって言ったら水軍だったから。なるほどね、なんか網野義彦さんが喜びそうなテーマですね、それでもう一つ、なんといっても平泉とつながっていたのは、はい、関東の源氏ですからね、はあ、で道のおかげですよ、あれも、うん、霞ヶ浦の奥を通ってそのまんま奥州路へずっとつながるところがあったんで、はい、途中までは船で行き、あとは陸で行くっていうののことができたとすると、うん、結局水路では奥州につながり、大だらぼっちは奥州につながり、でもうちょっとこう多摩川からこっちへ来ると今度は鎌倉道ができてきて、はい、鎌倉道っていうのも大変な関東での一大エポックだと思いますんで、うん、鎌倉道ができた時のイメージが今度はまさに富士山の
土を持ってきて琵琶湖とかいろんなところ埋めたっていうダーダラボッチの話にこう切り替わってくるのは、やっぱり関東の東側と西側のでイメージが地形がおそらくつながっているようで特徴があったっていうことが大きいんじゃないかと思うんで、武蔵野とそれからあっちの上総の方のあたりが実は一番近いルートだったっていうイメージがとてもありますね。武蔵野って面白いですよね。僕はまだ発見されていないんだっていうふうに思いますね。そうですね。だから行政の地名でもないし、武蔵野というその指しとか指すっていうのは焼き跡を指していると思いますから、そういう焼き跡をやっていた草の野原のイメージっていうのはとても強烈ですけども、今日いろんなお話を聞かせていただいて、武蔵野っていくらでも掘り起こせるな。そうですね。だからダイダラボッチをこう取り上げたってことで膨らみますよ。膨らみますね。で一つはね、正門でいうと印旛沼開発とかいろんなのやったの、彼ですよ。ですよね。で面白いんですけど、武士が開発やったっていうのはなかなかないんで。なるほど。でなぜそんなことやったかって言ったら、やっぱり関東だったからじゃないかなと思いますけどね。やりたくなるような地形だったっていう。僕教え子で卒論で、埼玉の見沼を扱った女子学生いたんですよ。で見沼という地名とっても面白くて、折口あたりがとても変なこと言っていたりして、これも面白いなと思いながら、地名地形そして伝説みたいなものがこの武蔵野大地では重なり合って、なるほど、いろんなことを我々に語りかけてくれている。なんかそれに今耳を澄ます時代なのかもしれないな、そうかもしれませんね。感じますね。特に今縄文が盛り上がってきてるじゃないですか。で縄文が盛り上がってくると、なんか東北とか、あるいは信州の方の縄文の博物館は多いんだけれども、この辺もかなり出てくるので、やっぱり一つの文化形態持ってたんじゃないかと思いますね。いやもうそれはすごくあると思いますね。だから漆のその木に漆の切れ目、傷を入れてとか、そういうのも残っていたりする遺跡が実は武蔵野にはあって、でもあんまり宣伝というか、あんまり宣伝しないんだよね。まあ、東京って何でもあるから、そう、それで宣伝しなくていいっていうのがあるのかもしれないですけども、実は武蔵野の縄文はものすごく面白いし豊かですね。なんかすごい、重要なんじゃない。で、それで言うと、武蔵野のこのミュージアムがここにあるの で武蔵野樹林などという、機関誌もあるので、やることはたくさんいろいろ面白いことができると思うんですけど、もう一つはさっきの武蔵野夫人にしても武蔵野にしても、なんとなく文学絡みだっていうことが非常に面白くて、で今 の縄文 の話でいうと、なんか昔明治時代の SF の研究をしていた友達で横田純也っていうのがいて、明治にはたくさん SF があったっていうことをよく言っていた人がいて、でこんなのあるよって見せられた本がいくつかあるんですけど、とても面白かったのはね、大相撲で国技館っていう、あそこの入れ物国技館っていうやつが、国技館っていう名前を提案したという恵美水院だったかなという作家がいるんですよ。でこの作家編で縄文のファンになって、この人明治5年かなんかに生まれた人だから、まあ言ってみればまだその縄文などというのがですよね、まあ、確かに考古学的なアイテムなんだけど、その文化史とかそういうのとつながっているところまでは行ってなかったんだけど、縄文 の発掘をもうそれこそ武蔵野の周辺でやった人なんですよ。でいろんなものを掘り出して、確かミュージアムに彼の掘り出したものがあるんですけど、この人が
病高校に至ってこの江戸のこの周辺のあたりの武蔵野の周辺のあたりの縄文時代はどうなったかっていうのを SF 的思考で想像した話があって、それ面白いですね。これがむちゃくちゃ面白くて、マニアでやってたから至る所に注意がついてあって、遮光器土偶はこの辺にはないとかね、細かい話がどっと書いてで、人骨があって、人骨は何人だか今調査しているとかってずっとあって、これ面白いのはその当時の明治 の中頃ぐらいに書いたもんじゃないかと、大正だったかな、そのぐらいに書いたもんじゃないかと思うんですけど、この辺の、縄文時式の発掘をした成果で書いた小説がまたこれ面白くて、今忘れ去られてやっていますけど、多摩川周辺のたくさん出てくるところがあって、どんな小説書いてあったら、多摩川を境にして多摩川から東へ行くと縄文人がまだ生き残ってるんですよ。で、多摩川からこっちは新しい大和民族が出てきて、この川を挟んでお互いにいつ攻め込まれるのか分かんないから、縄文の人たちはこちらの方で警戒をしてるし、川のこっち側で、逆の西側の方はいつ攻めようかってんで、で問題はどっちも強いんだけど、鉄器持ってるかどうかっていうのが非常に重要な問題になって、鉄器にはどうも構わないんですけれども、その川に向かい合わせながらお互いにいつ相手と戦争しようかっていうのをやる間に、縄文時代の側の方の人たちっていうのがどうやって暮らしていたのかって延々と書いてあって、ものすごい小説が、してね、すごいんですけどね、当時って関東の奥の方とか所沢とかあっちの方のあんまり道がなかったようなところは縄文の暮らしが残っていたらしいんですね、その明治何年かので、こっちは まだ縄文でまだこういう暮らし残っている場所があるだろうっていう話まで書いてあるんですよ。漁業もやってるし林業もやってるし、それで農業はあまりやってないんですよ、はいはい、でそういう話がなっていて、まさに多摩川のこっち側とこっち側なんていう名前なんです、名前の方は、恵美水院っていう人で、恵美って江戸の絵で、美は見る でこの人そういうのばっかり書いてた小説から、これはもう関東の縄文の最初の研究者で、モース以来の研究者 でしかも作家だったんで、一番有名な本はタイトルが3000年前っていうタイトルなんです。だまさに縄文から弥生の、弥生と縄文の、あれの生活のところ でまだ今のようにそういうイメージがしっかりしてなかった頃の多摩川を迎え合わせにした小説があって、これなかなかすごいんで、もしかしたら武蔵野の文学の中の重要な文学じゃないかとふと思いましたけど、僕はそれ面白いと思いますね、つまり考古学が科学だっていうふうにアイデンティティを決めちゃったために、切り捨ててしまったものがあまりにも多すぎて、土器の形、形式だけ追いかけてても、そういうその妄想とか、怪しい想像力っていうのを、この妄想はすごかったですよ、実は考古学っていうのは、考古学っていうのはその、もう図だ袋のように取り込んで遊んでくれる学問があるのにね、この武蔵野ミュージアムはそれをやるしかないと思いますね。赤坂さんがおっしゃる通りですよ、このミュージアムがやるのはそれだと思いますですね、だからそういうのを、この絵もそうですけどね、このなんて言うんだろうか、武蔵野のイメージが共有できるような文化に仕立て上げるっていうことが一番重要な、いいですね、怪しいカトカーとしてはぜひそれをやっていただきたいと、心から思いますね、はい、だから私も本当に赤坂さんに今日お話を伺ってなんかちょっとやる気が出た、いやすごい面白かったですよ、でまだあると思うんです、たくさんあります、ね、武蔵野をテーマにした小説類っていうのはありますね、本当に武蔵野文学と切り離せないですね、やっぱり文学的想像力が本当にほんの少ししか見えてないものからそのイメージを膨らませていくようなことをやってきてますから、それをこう追っかけると、それこそ文学によって武蔵野のイメージの変遷っていうのが
全部でひょっとしたらできるんじゃないかっていう、ね、アンソロジー作りたいですね、うん、武蔵野文学角川にぜひやっていただきましょう、ね。